堅固な名城も実はポンコツだった。残念すぎたお城ワースト5。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は残念すぎたお城ワースト5について紹介していこうと思います。峻険な地形や立地を生かして堅固に築かれた城、それが日本の城郭の特徴です。容易に攻められないよう守りの工夫を凝らし、優れた土木技術でいくつもの名城が築かれました。とはいえどれもが完璧なお城ばかりではありません。今回は残念すぎたお城ワースト5と題し、ちょっとがっかりなお城、残念な結果に終わったお城をランキング形式で紹介していきましょう。第5位、正面は要害堅固だけど背後は貧相な城、明石城。まず最初にご紹介するのは兵庫県明石市にある明石城です。この城は豊臣氏滅亡後の元和5年1619年に起工し、たった1年足らずで完成しました。初代城主は小笠原忠真という武将で、信長と家康の血を受け継ぐ超エリート大名です。 JR 明石駅のホームから城の全容が見学できますが、実際の明石城はもっと大きいものでした。東西800メートル、南北900メートルに及ぶ広さを誇り、東京ドームが15個も収まる面積となります。10万石クラスの大名の居城にしては分不相応と言えるほど立派な城郭でした。また守りもかなり堅固だったことが知られています。城の正面にあたる太鼓門は2つの城門で構成されていて、敵が侵入してきても容易に突破できません。ここに誘い込んだ上で櫓や石垣の上から射撃を加えるという構造だったようです。水堀は広くて深いため、ここからでなければ敵が接近できませんでした。また絶城台地の突端に築かれたため、本丸や二の丸などの主要部は小高い山に位置しています。平時には麓の屋敷に藩主がいたようですから、平城と山城の機能を併せ持った城だったわけです。ところが明石城は西、北、南の守りは厳重だったものの、背後にあたる東側は貧相そのものでした。浅い空堀を掘っただけで、大した守りの工夫が施されていなかったのです。もし台地伝いに東から攻められれば、城はあっけなく落ちてしまう危険すらありました。それにしてもなぜこのような中途半端な構造になっていたのでしょう。そこには徳川幕府のしたたかな戦略がありました。豊臣氏が滅亡した後、幕府は大阪城を再建して西国を監視する要衝としました。さらに大阪城を守るための市場ネットワークを築こうとしたのです。明石城とちょうど同じ時期に尼崎城や高槻城などが新たに築城改修されています。これらの城を置くことで大阪を守り、西国諸藩にプレッシャーを与えようとしたのでしょう。西日本には大藩が多く、もし西国諸藩が大阪へ攻め寄せてきたなら、明石城は間違いなく防波堤の役割を果たすことになります。だから背後の守りを捨ててまで西への守りを厳重にしたわけです。また明石は西国街道の要衝にあたる地域でした。最も信頼する家康のひ孫小笠原忠真を置くことはまさに自然な流れだったのでしょう。しかし明治に至るまで明石城が戦いを経験することはありませんでした。幕末の藩主松平義則は新政府軍に恭順し、あっさり城を明け渡してしまったからです。第4位、日本では最新鋭、しかしとっくに時代遅れだった城、五稜郭。毎年多くの観光客が訪れる函館ですが、ここに函館戦争の舞台となった五稜郭があります。すぐそばにある五稜郭タワーからは美しい五芒星のようなフォルムが見渡せますね。一見して日本の城らしからぬ構造をしていますが、それは最新とされた欧米の築城技術を取り入れたからでした。
江戸時代も後期になると欧米列強の艦船が次々に来航するようになり、幕府は海防の必要に迫られます。当時は新しい築城が禁止されていたものの、背に腹は変えられません。幕末になると江戸沖には品川台場が、また北海道にも松前城などが築かれています。ちょうど函館に奉行所があり、慶応2年1866年に幕府は五稜郭を築きました。もちろんロシアの脅威から北海道を守るためです。すでに大砲が戦いの主役となって久しく、もはや櫓や石垣などのアドバンテージはありません。そこで先進技術だとされた洋式築城法が取り入れられました。城の平面構造を星型にすることで、守備側から見た死角を一切なくしたのです。また2つの両方の張り出し部分から射撃を兼ねることで十字砲火ができるというメリットもありました。幕府首脳らはこの築城法を当時としては最新鋭だと考えていたようですが、実際にははるかに時代遅れの代物でした。大砲の製造技術は大きく発展を遂げており、射程も長くて着弾も正確になっています。もはや五稜郭程度の城では攻撃を防ぐことが不可能になっていたのです。この事実は函館戦争の際に実証されました。海上に浮かぶ新政府軍の艦船から集中砲火を浴び、五稜郭にこもっていた旧幕府軍は甚大な損害を受けました。そしてたった1日で降伏を余儀なくされたのです。第3位、見た目は要害堅固、実際は脆い城だった岐阜城。信長の天下布武の城といえば、やはり岐阜城を思い起こす人が多いことでしょう。長良川河畔の金華山にそびえ立ち、見る者を圧倒する要害堅固の城ですね。現在はロープウェイを使えば楽に山上まで登れますが、当時は麓から歩いていくにはさぞかし大変だったことでしょう。ましてや城攻めともなれば、攻める気をなくしてしまうほど峻険な立地にありました。難攻不落というイメージのある岐阜城ですが、実は過去に6度も落城を経験しています。ですから決して落とせない城ではなかったわけです。では岐阜城の弱点はどこにあったのでしょう。まず一つ目は城の面積が非常に狭かったことにあります。登ったことがある方ならわかると思いますが、険しい山上に位置するために平地が極端に少ないのです。そんな狭い場所に多くの兵を配置するなどできませんし、ましてや天守以外に建造物を建てるとなると非常に厳しいものがあります。肝心の兵糧すら置くスペースに困るほどでしょう。確かに守りやすい城ではあるものの、配置可能な兵力が絶対的に不足していたという欠陥を抱えていました。竹中半兵衛がたった16人で城を占拠できたのもなんだかわかる気がしますね。また賤ヶ岳の戦いの際、岐阜城にこもった織田信孝の場合も同様です。長期の籠城に向かなかったためにあっさりと開城しています。そしてもう一つの理由は水不足でした。金華山自体が岩山で成り立っており、岐阜城ではどこを掘っても水など出ません。そのため水の確保はため井という貯水池を設けて対処していました。谷筋を流れるわずかな水や雨水を溜め込んで飲料水としたわけです。ところが雨が降らない時期や夏場になると途端に水不足に直面しました。基本的に水を溜めているだけですから、水質が悪くなると衛生的にも良くありませんし、疫病発生の原因にもなります。これも籠城に向かない理由だったのです。信長は岐阜城を本拠地にした時、おそらく致命的な欠陥を持った城だと理解していたのでしょう。しかし天下布武を掲げた以上、どこよりも高くそびえる場所こそ自分にふさわしいと感じていたのかもしれません。第2位、被災、落城、廃城、残念すぎた経歴を持つ天下人の城、伏見城。太閤豊臣秀吉が晩年になって築城した伏見城ですが、
大変数奇な運命に見舞われた城でした。なぜなら幾度も壊れたり焼け落ちたりしつつ、その度に再建され、挙句に廃城となった残念な経歴を持つからです。そもそも伏見城は秀吉の隠居城として築城されました。国内の政治を甥の秀次に任せ、自分は民国征服に専念しようと考えたのです。ところが秀吉に実子のお披露目が生まれたことで、状況は大きく変化します。当初は比較的こじんまりとした屋敷を造営しようとした秀吉ですが、工事半ばで豪壮な大城郭に仕上げようと計画を変更しました。そして伏見城は大阪城にも劣らない巨城となったのです。お披露目が生まれたことにより、秀次に対する警戒感がそうさせたのでしょうか。伏見城がまだ築城中だった文禄4年1595年、秀次が謀反の疑いをかけられて高野山で自害。秀次のいた聚楽台は取り壊され、その資材はそのまま伏見城へ転用されました。やがて完成に近づいた伏見城に秀吉が移ってきます。ところが翌年7月、畿内を恐ろしい地震が襲いました。これが慶長伏見地震です。城内の建物は倒壊し、多くのものがなくなりました。秀吉は幸い無事だったものの、まだ築城途中だった城は破却せざるを得なくなったといいます。伏見城が廃城となった後、秀吉は全く違う場所に伏見城を再建しました。元の場所から北東にあたる小畑山を選び、地震のあった2日後にはすでに削除が始まっています。新しい伏見城は突貫工事を続け、わずか1年足らずで完成。動員された人数もさることながら、以前の伏見城の廃材を転用することで迅速な築城が可能だったのです。しかし秀吉が新しい城で過ごした月日はわずか1年余りでした。慶長3年1598年に秀吉はその生涯を閉じたのです。やがて天下の実権を握りたい徳川家康と、それに反発する反家康勢力が火花を散らして衝突します。慶長5年1600年7月、宇喜多秀家らが率いる西軍は4万の大軍で伏見城を囲みました。対するのは鳥居元忠をはじめとする徳川勢です。激しい戦いが10日ほど続き、最後は徳川勢の全滅で籠城戦は終わりました。しかし伏見城もこの時に焼け落ち、秀吉が作り上げた居城は姿を消してしまったのです。築城されてからわずか3年、あまりにも短い生涯の城でした。しかし伏見城は再び蘇ります。徳川家康が再建を命じ、翌々年には三代目伏見城が日の目を見ることになりました。これには家康の深い考えがあったようです。秀吉の伏見城と同じ場所に再建すれば、やはり徳川殿は豊臣のために働いておられるのだと人々が評価するでしょう。また豊臣恩子の大名たちを安心させることにつながります。わざわざ河原には豊臣家の家紋である切り紋を使用するという念の入りようでした。やがて家康は伏見城で将軍宣言を受けて征夷大将軍となり、江戸に幕府を開きました。また大阪の陣においては伏見城が前線基地として機能しています。その後も将軍が上洛した際には宿所として利用したといいます。しかし伏見城はついに廃城となる運命を迎えました。徳川の世が盤石となったことで、その役目を終えたのです。豊臣恩子の大名は多くが取り潰され、あるいはとっくに代替わりしています。今更徳川に歯向かう者もいませんし、太閤秀吉の象徴ともいえる伏見城を残しておく理由はどこにもありませんでした。元和9年1623年、伏見城は廃されて、その後は再建されることなく時は過ぎていきます。しかし戦後となった昭和39年1964年、その跡地に現代版伏見城が再建されました。伏見桃山城キャッスルランドと名付けられた遊園地ですが、秀吉時代から数えて4代目の天守が姿を現したのです。天守は今でも残り、
現在は公園として京都市民の憩いの場となっています。第1位、莫大な費用をかけるも肝心な時に役立たずだった城、新府城。武田信玄の後を継いだ勝頼が新たな本拠地にしようとして築いたのが新府城です。現在は国史跡となって良好な遺構が確認できる城ですが、当時はどのような城だったのでしょうか。天正3年1575年、長篠の戦いで敗れた勝頼はダメージから立ち直るために領国強化に乗り出します。当時の武田氏は本国の甲斐のほか信濃、上野、駿河、遠江、三河にまたがる広大な範囲を戦力下に置いていました。武田氏歴代の本拠がある甲府では東に寄りすぎ発展が難しいと判断したのです。そこで全領地の中心部に近く主要な街道が交わる韮崎のあたりに新しい城を築こうと考えました。城の名称となった新府とは新しい府中のことを意味し、新しい行政の地だという思いを込めたようです。いわば勝頼にとってはリスタートであり、敗戦の痛手を癒すにはうってつけだったのでしょう。新府城のあった場所は八ヶ岳山麓から伸びる七里岩台地の崖上にあり、まさしく天然の要害でした。また武田流築城術の粋を集めており、特徴的な丸馬出しや松型など敵の攻撃を跳ね返す守りの工夫が随所に施されていました。また平成21年、2009年の発掘調査では多くの信州上田さんの陶器が発見されており、真田昌幸が人足動員を命じた書状も現存しているため、真田氏が築城に深く関わっていたことも指摘されています。もし昌幸が主体的に普請した城だったなら、まさに真田の城と言っても過言ではありません。勝頼は天正9年1581年12月頃に躑躅ヶ崎館から移り住みますが、早くも翌年2月に織田徳川による甲州征伐が始まりました。勝頼は木曽義政を討伐するべく出兵したものの敗れており、すでに逃亡兵が相次いでいます。また西からは織田軍も新府城へ迫っていました。わずかな兵で新府城を守りきれないと悟った勝頼は新府城に火をかけて東へ逃亡を図ります。そして小山田信重の岩殿城を目指しました。勝頼が莫大な費用を投じて築城した新府城ですが、武田氏存亡の時に全く役に立ちませんでした。そしていつしか存在すら忘れ去られ埋もれていったのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの分配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。